高電駅は兵庫県高砂市にある西日本旅客鉄道日本貨物鉄道山陽本線の駅である。駅番号は JRA80JR 神戸線の愛称区間に含まれている。駅舎は高砂市上詰め1丁目にあるが、ホームの一部は加古川市にまたがっている。北口ホーム改札12両編成対応の短式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線。 合計2面3線のホームを持つ、京城駅である。下り本線は1番乗り場、上り本線は3番乗り場であり、2番乗り場は上下線共用の対比線である。さらに上り線の北側には、ホームのない対比線1線があり、主に貨物列車、回送列車が使用している。また、ホーム東側の2番線と3番線の間には2番線、姫路側から侵入する。 路線車両用の短い留置線が一線ある。状況の路線名は、旅客案内場の名称で表記している。駅ホームの案内板や、JR 西日本お出かけネットの駅案内ページでは、2番乗り場、JR 神戸線三宮、大阪方面と案内されているが、2015年3月14日、改正では2番乗り場に停車する、定期旅客列車はなく、定期的に、 貨物列車が入線するほか、ダイヤ乱れなどの緊急時の運転打ち切りによる、折り返し列車、団体列車などの臨時列車等が使用しており、2016年3月26日以降は、昼間の加古川駅で折り返す、普通の回送列車も使用している。2003年5月12日から5月25日までの間、手前の加古川止まりの下り列車は、 加古川駅構内での折り返しができないため、当駅の2番乗り場まで改装して折り返していた。通常は新快速より先に加古川駅を発車していたが、その期間中、加古川駅を新快速の後続で発車し、東加古川駅での新快速通過待ちは行っていなかった。2006年3月26日から2008年12月21日までの間、 姫路駅の高架化工事により、山陽本線のみが高架化された関係で、当時の姫路駅構内では、万丹線ホームから阿保市総合車両所へ向かう、山陽本線に直接乗り入れできなかったため、万丹線の103系電車を当駅の2番乗り場まで改装して折り返していた。開業当初は、改札が南口のみの地上駅だったが、1981年4月1日に、 京城駅舎に改築された際に北口が開設された。改札口の北側にセブンイレブンキヨスクが隣接している。セブンイレブンキヨスクへは改札の外側にのみつながっている。長い間、駅のバリアフリー加工事は高砂市と加古川市の懸案となっていた。駅構内については都市、幹線鉄道整備事業の一環として JR 西日本及び 交通エコロジーモビリティ財団が事業主体となり上下ホームの東側への階段を閉鎖撤去した後に新たに貫通式エレベーターと階段を設置し直した同時に一番乗り場へのエレベーター横に車椅子対応のトイレも設置された掃除業費は2.4億円である2008年11月8日からエレベーターの使用が開始された自由通路部分に関しては 加古川市からの負担を受け、高砂市が事業主体として、南北の駅前広場と自由通路間にエレベーターを設置し、さらに従来のトイレに加えて多目的トイレとスロープが増設され、2009年4月1日から使用開始となった。ただしエスカレーターは設置されていない。駅の南北を結ぶ自由通路は、高砂市、加古川市及び国の補助金を用いて、 耐震工事が2018年から2019年にかけて行われている。2006年10月1日に JR 京都神戸線運行管理システムが導入されるまで、当駅の改札口に設置された発車表はフラップ式が使用されていた。アーバンネットワークエリアに属しており、アイコカよび定型 IC カードが利用できる。直営駅である。 昼間時間帯となる11から15時台は、東隣の加古川駅で普通電車の半数が、大阪方面へ折り返すため、1時間に2本となっている。朝席時間帯は1時間に4本程度となるほか、平日朝ラッシュの大阪方面は、約9分間隔で発車する。三宮、大阪方面への上りは、一部を除いて、次の加古川駅で新快速に乗り換えできる。 種別は、ほとんどが、西明石駅から快速で、22.23時代に、西明石駅の普通列車が設定されている。姫路方面の下りは、大半が、姫路、阿保市駅であるが、朝晩は、上堀駅や、高線直通の晩州、阿光駅が、少ないながら設定されている。現在、JR 貨物の駅は、シャー貨物の臨時取扱い駅となっている。 貨物列車の発着はなく、貨物設備や接続する専用線もない。駅の東側には、日家南工場、加古川工場までの専用線があったが、1960年頃に廃止になった。西側には、セメント輸送のために、住友セメント放電梱包所までの専用線があり、西浜東駅間で、セメント輸送を行う貨物列車が一往復設定されていたが、 1997年に廃止となった。また、駅構内南側に、有害者用車扱い貨物ホームが設けられていたが、現在は駐車場に転用されている。兵庫県統計書によると、2019年度の1日平均乗車人員は9722人で、ある。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。駅前には以下のバスが発着している。 ありがとうございます。